であります。この男入場してまいります。ガンガンいけ！アルティメットクラッシュルール5分3ラウンドを行います。ガンガン青コーナー280ポンド頑張れ。ランドルロビー5分ガンガンいけ！頑張れ。赤コーナー280ポンドネーボー頑張れ。レフェリー、タイガー・ハットリー。いけ！さあ、運命の鐘が鳴った。まだ始まったばかりですが、山崎さん、勝負の分かれ目はどのあたりになりますでしょうか？そうですね。お互いいかに自分の得意な立ち技、寝技の展開に持っていけるかですね。その辺がポイントじゃないですかね。なるほど。ありがとうございます。スイープしてまいります。ガードを取ります。下から返してまいります。ストマックを狙ってまいります。上を取ります。足を絡めます。パンチで返します。抜けてまいります。打撃で押してますよ。いいんじゃないですか？はい、嫌がってますね。逆に上になります。これは体重が乗ってますよ。下から切り返します。逆に上になります。下から返してまいります。そのままパンチを放っていく。ガードします。外してまいります。鋭いキックです。組み合います。グラウンドに持っていきます。あっと、パンチです。行くのか。返してまいります。間合いを嫌ってまいります。パンチを打ち込んでまいります。ロックアップ、関節を狙ってまいります。組みに行きます。飛びついてそのまま足を取った。冷静に攻めていきたいですね。切れちゃったら負けですよ。はい、ぶっつんしちゃったらダメですよね。ストマックに突き刺さります。足の入れ方うまいですね。はい、強烈に打ち込みます。さあ、腕しぎの体勢だ。あっと、ここでギブアップ。若きアルティメットチャンピオン、ジョシュ・バーネットが入場してまいります。
ターネット女子アルティメットクラッシュルール5分3ラウンドを行います。青コーナーエリートレスラー頑張れ頑張れ。赤コーナー女子265ポンドダーネット女子バーネット女子ぜひタイガーハットリーさあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、始まってしまったんですが、勝負の分かれ道はどのあたりになりますでしょうか。そうですね、まあ、いかに自分の得意な形に持っていけるかじゃないですかね。グラウンドでも立ち技でもいいんで。なるほど。さあ、どちらがその展開に持っていけるのでありましょうか。顔面を捉えます。キック攻撃を磨います。あっと、パンチです。掴んだ。膝を入れていきます。抱えます。バット、キャッチした。そのまま叩きつけます。フロントに捉えます。フロントからのキック、ジャンピングしての膝蹴り、強烈。腕を取ってまいります。相手の距離に入らない方がいいですね。間合い取りたいですよね。外してまいります。掴みます。ストマックへの攻撃であります。腕をフックします。今強引に引っこ抜きましたね。効いてますよ。掴んだ。あっと、そのまま倒します。ちょっと空間作った方がいいですね。マウントからショーダーを入れていく。バックを取ります。ガブリの体勢に移行します。逆に上になります。ストマックを狙ってまいります。強烈に打ち込みます。抜けてまいります。焦点を打ち込む。打ち込んでまいります。あっと、フロントからのチョークスイーパーか。ローを打ち込みます。ガードします。パンチ攻撃です。焦点を打っていきます。顎を狙ってまいります。入るまでの距離の詰め方がうまいですね。間合いの取り方ということですね。ストマックに突き刺さります。強烈に打ち込みます。ストマックに突き刺さります。グラウンド状態からのパンチ攻撃。外してまいります。抱えます。抜けてまいります。テイクダウン。逆に返します。フロントネックロック、蛇のように巻きついた。あっと、パンチであります。ちゃんとディフェンスした方がいいですね。怖いですよ。綺麗に入りましたね。あっ、昇天かかとをロックしていきます。ヒールホールド。ローを打ち込みます。抱えます。外してまいります。フロントに捉えます。膝を入れていきます。冷静に攻めていきたいですね。切れちゃったら負けですよ。はい、ぶっついちゃったらダメですよね。させません。あー、後頭部へのパンチ攻撃。させません。あっと、逆にパンチ。あっと、返した。外した。組み合った。あっと、逆に投げていった。カウンター、入った。危ないと危ないですよ。うまく切り返した。テイクダウンを奪った。マウントに移行した。これは厳しいですね。この強烈ですよ。はい、掴んだ。膝頭を入れていく。首根っこを掴んだ。膝を突き上げていった。
つマウントを取った、下から切り返した。読まれてますね。クラッシュルール5分3ラウンドを行います。青コーナー225ポンド松木浩次郎、ガンガンいけ、頑張れ。赤コーナー205ポンド田村清志、頑張れ。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ、まずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりました。耐えます、掴んだ、強烈に打ち込みます、膝へのキックです、掴みます、ストマックへの攻撃であります、顔面が歪みます、アキレス腱固めに入ります。ブロックします、鋭いキックです、掴んだ、キックで返します、ボディシザーストの複合技に転じます。テイクダウンを奪います。ガードします、足を取ってアキレス腱であります。顔面を捉えます。打撃で押してますよ、いいんじゃないですか。はい、嫌がってますね、させません。的確に入ってますね、引いてますよ。はい、ナイスパスガードですよ。はい、あー、マウントパンチ、マウントポジションからパンチを打ち込んでいく、下から返してまいります。うまく返しましたね。下から切り返します、上を取ります、馬乗りからパンチを浴びせる、あっと、マウントからのパンチ、逆に上になります、スイープしてまいります、あー、マウントパンチ、ガードを取ります、外してまいります、掴みます、逆に返します、組み合います、
逆に倒します。ローを打ってまいります。ローキック、ローを打ち込みます。掴んだ、逆に返します。今のは完全に力で持っていきましたね。いや、強引に倒しましたね。取れませんね。小手を打っていきます。キック攻撃を見舞います。組みに行きます。逆に投げてまいります。ローキック、チキンウィングに固めてまいります。鋭いキックです。掴んだ、強烈に打ち込みます。フロントからのチョークスイーパーか。掴みます。キックで返します。テイクダウンを奪います。危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。打ち込む顔面、なんとかしのぎたいですね。そうですね。逆に上を通った、させません。読まれてますね。はい、ガードの体勢、逆に上になった。馬乗りから装填を打ち込む。あっと返した、あっと外した。キック、ものすごい。ローを打ち込む、顔面が歪む。あっと逆に返した、あっと逆に切り返した。強烈キック攻撃、アマルス式のタックル、ブロックした、ガードした。あっと逆にパンチ、あっと逆にパンチ、あっと返した、外した。装填を打ち込む、装填切り返した。バックを取ってチョークで締め上げる。タックル、スイープで切り返す。させません、させません。アマルス式のタックル、そのままパンチを放っていく。危ないパンチ攻撃、完全に決められませんね。逆に上になった、おっとしがみついていった。ガードポジションに移行した、逆に上を取った、させません、外した。移行した、バックを取ってガードした、ブロックした、させません、ガードした。あっと逆にパンチ、おっと外した。組み合った、すごい形相で締め上げていく。いけるか、逆に返した、腕をフックした、ネックロックガッツリと入った。落とすのか、タックル、ブロックした、させません。下から切り返した、あっと返した、あっと逆にパンチ、外した。倒していった、おっとロック
ザ小僧を持つこの男が狂気の表情で入ってまいります。アルティメットクラッシュルール5分3ラウンドを行います。青コーナー210ポンドアンドレイ・ジルバーグ、頑張れ。赤コーナー210ポンドボス・ドッキュー、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあまずは山崎さんにお聞きしたいと思います。勝負の鍵はどのあたりになりますかね。そうですね、まあいかに自分の前で戦えるかというのがポイントになってくると思いますね。なるほど、注目して見てまいりましょう。上からがぶります。逆に上になります。これは体重が乗ってますよ。外してまいります。上から潰します。下から返してまいります。そのままパンチを放っていく。グラウンド状態からのパンチ攻撃、危ないパンチ攻撃。パスガード、馬乗りからパンチを浴びせる。動きが止まってしまいました。下から切り返します。取れませんね。はい、下から切り返します。下から返してまいります。抜けてまいります。掴んだ、そのまま倒してまいります。ローキック、あっと飛び膝、2位が突き刺さった。切り返します。昇天ブロックします。強烈な昇天掴みます。ストバックに突き刺さります。ちゃんとディフェンスした方がいいですね。怖いですよ。綺麗に入りましたね。バックに回る、危ない。バックからのマウントパンチ、バックを取ってパンチ攻撃、バックからパンチを落としていく。ガブリの体勢に移行します。グラウンドでの膝蹴り入ってますね。逆に上になった、外した、あっとモロジックだった。これ危険ですよ。膝を突き上げていった、ローキック、腕をフックした、あっと外した。ガブリの体勢に移行した。グラウンドでの膝蹴り、速射砲、下から切り返した、スイープで切り返す、ガードの体勢。危ないですよ。はい、おっと外した、腕をフックした、外した、フック、あ、危ない。これかなり効いたんじゃないですかね。マウントを取った、おっとしがみついていった。入ってますね。ブロックした、打っていく、掴んだ、膝頭を